お疲れ様です。今日はですね、こちらのババ小屋シューテロフグやっていこうと思います。というわけで、前シーズンね、マルチ上位だと使用率 0% とね言われてた、もう使うだけ損なババ小屋がちょっとマルチ上位でいたので、やっていこうかなと思います。まあ、シューテロフグはね、まあ、一応もともとはそのババ小屋からね生まれてるので、ババ小屋シューテロフグからまあゴブオリになってみたいな感じで変わってってるので、まあ、元をたどればババ小屋ですよと、噛み合えば強いよと言ったところで、アチャフキア型ですね。ホバでもなくザッピーでもなくアチャフキアでさえ、これもしかしたら相手もシンエタログの可能性ありますね。シンエタログが上手いプレイヤーのクランに入ってますね。マジでそうだ。さあババ小屋がゴルナイにどう出るか。でアーチャーはね、マジいろんなデッキにも入ってますね。てかやばい、アチャクイと同じぐらいの、なんだろう、全盛期のアチャクイ並みに何のデッキにでも入ってる気がしますね。迫撃、ホグ、スケラ、枯渇、まあ、高回転は当たり前ですし、まあ、ゴレとかエリジャイにもなんかねちょいちょい入ってきてるので、めちゃ強っすねアーチャー。なんか前もこんなデッキあったな、ババコア新鋭隊のギャングロケホみたいなね詰め込みデッキがありましたけど、それに似た感じかな。さあゴルナに頑張っていただき、これ行きたいけどな。あ、アーチャー移民したかったな。檻か、あー普通に檻っすね。いやでもこれ、このスキアがちょっといい味でしそう。うわー残ったらもっと良かったけど、まあやらないやらない、ちょっと待ってよ、あーちゃん、あーちゃん相手やらめやで。さあちょっと厄介、ちょっと厄介だな。なんかミラー対決なのもなんかやっすねこれでこれで同じなのやばいな。ババクワの方が有利なのかな、これゴボイと どっちだ頑張れババ。もう毎回4体ずつ出てきても弱いまであるかんな、正直。4体ずつにしてくださいババコヤ。4体ずつでもそんな強くないです。うっ、やばいなんだこれ、ちょっと待ってくれ。いやでも悪くはない、良くもないけど悪くもない。おコバにファイボだな、コバにファイボだな。ゴルネ、ゴルネあったらめっちゃ熱い。ファイブ打って頑張れ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 、物量で足るぐらいだったら延命したい。矢は無理ダメージ的にはトントンぐらい。まあでもババコヤ勝てえぞこれ。あっちゃんもやなみに間に合え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 、頼む頼む頼む、あっちゃんお前デシャバンだ。あーいやでもこれ使ったとこれ新鋭隊機から走ろう。よし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 、これもう絶対きつい絶対きつい絶対きつい、いけ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 。でこの左に吹き矢とかいるんで右サイドにね、やめてやめてやめて、吹き矢まで来んな。おいきついだろどんだけ走ってんの。いやーアーチャーが入るけど、いやちょ待って、このアーチャーのダメージガチでかい。いやなめとかなんか嫌なんでね。あーいい位置の吹き矢、ちょマジやめろ、始め死にていきたい、始め死にていきたい、やめて間に合い、よし間に合った。あれこれちょっと待って、いやこれはでもタイブレイクになった時にファイブの方が強い。いやこれババコで打ったな、この強やばいか、いや神強です。ちょマジで、えちょきすぎだってさ。だからの攻めファイブは負け筋、俺このままいけばタイブレイクで勝てるんですよ
いや、なんならロイフ入ってもうババコヤのおかげやんって。いや、俺でも勝てそうか。俺は何がこの勝利をね掴んでくれたのか、マジでババコヤのおかげかもしんない。相手が灰色だったらとかまた話が変わるけど、本当にババコヤのおかげじゃない、そんなことないのかな、気のせい。カードマスターだね。さあレベル3だ。もう使ってなさすぎてやばい、ヘッポコすぎる。よしよし、いいね、セパセパね。この親衛隊アーチャーってものすごいうざいっすよね。まあ親衛隊ザッピーってまあ強いじゃないですか。もう親衛隊の人になんか空攻撃できるザッピーこうちまちま行ってみたら、それと同じ、言ったら同じ親衛隊アーチャー。これやばいな。あー、行くかものすごい悩むんですけど、手札することなかったんで行きます。で、アーチャーにスケキン処理してほしいな。さすがに速5を、まあ軽く打ってもいいけど打つ必要もなさそうみたいな。さあ5とのマザンクロイっすね。まあ樽だけ処理でも吹き矢でもいい、吹き矢にしとくか。肺活量お化け。さあここ吹き矢で5も使ってるんで、墓石かスケブか、スケブやめて。ああさあ怪しい。怪しいがまあさすがにね、もうこれ美味しいんじゃない。カウンターで、これまあスケキン間に合わないプランがあるっすね。コストだいぶ使ってる。あーザッピー、そうザッピー自由に可愛いね。よしよしよし、まあハイブットか、まあハイブットなんで、この柳雨に弱いアーチャー吹き矢がまあどっちかはいける。いやでもアーチャーに5で吹き矢に言ったらと両方いきんな。あれ怪しいぞ。一旦ババコヤね、ババコヤ置いてから考えよう。まあ、ババコヤめっちゃ好きだったのに昔。ババコヤなぜ今回強化されなかったんだろう、こんな弱いのに。あ、ライフリングなんだ。もってことはアーチャー最強やん、絶対残りますアーチャー。あ、吹き矢使った。いいのかよ、ミス、それで。え？ザッ。あー、ハエボのエイムが。お、ゴルナイ？ドドスコラッシュ。あ、左が入ってる。お、キャン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 、これよね。気づいたら、あ、右も左もものすごい入ってる。しかも、アーチャーの、これ、攻撃速度アップめっちゃいいね。わー。多分今までだと落ちてないんですよ、こういうのも。絶対。けど、速度増してんで、DPS 上がって、気づいたら起きてくれる。よし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 。いいね。ちまちま。ちまちま物量デッキだ。相手がこれライトだったの救いだな。ライトニングだったらアーチャー絶対生きるんだね。そう考えたら強いよな。ウッドでも残っちゃうから、柳雨ない相手にはアーチャーゲート化する。柳雨持っててもセパできて片方は生きるしってなるとね。お、なんか2枚同時に出てきた、やべ。凍っちゃいけんとこで凍ってしまった。さあ、怪しい氷してんな。いろんな意味でよ。さあ 2.6 グぽいっすね。ファイブ使ってくれたのはでかい。さあ6コスなので一応切ると。さあちょっと橋前親衛隊あっちゃセパ、これ射抜いたら相手リコケないぞ、ゴルネいけ。しかも右もちょっと入る。
よし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 。いやーこれロフグ行きたいっすけど、固めたらファイボで、まあ、固めずにちまちま稼ぐか。で一応ロッコス欲しいな。そうそう、オッケーオッケー。ここでマスティアまで使ってくれるのは美味しいよねと。まあアーチャーゲーかつゴルナイゲーみたいなとこあるね。さあ行かれちゃうのか。どんまい。もうババコ相手突破できないぞ。あ、ファイブ打つぐらいか。もっと出ろ。うわーこれ殴られんの痛い。間に合い間に合い間に合いマジ。いや、行かない方が良かった。いや、間に合った。間に合ったからいいか。アーチャーお願い、先行だけやめて。あー、先行してる。てか、あのマスケット重視を突破できません。ふふふ。スーパーヒーローでしか。さあ、食らうか。お、なんだ相手芝ファイブしてる。さあ時は時来た。いやアーチャーがいい。セパ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 。アーチャーをねぶっ刺したいだけ。いやーでもにょさっきから何のオットなんや。さあファイブに指導あるので、まあババコヤ置いて突破できないですね相手これ5ボリでも突破できないんですけど、アーチャーのおかげ感、アーチャーのババカのおかげ感出てるけど。さあファイブ回して終わり。まあぶっちゃけ5ボリでもいいんですけどね。だからやっぱこの親衛隊アーチャーの物量をマシマシにさせてくれるのがこのババコヤですよっていう、ただそれだけ。ババコヤじゃなきゃいけない理由はね、ぶっちゃけない。まあないけど、刺さるとね、まあ硬いですからね。さあ、ロイホグ。まあ、ロイホグ安定して強いかも。いやー、すぐ行きたいけど、まあ2倍タイムじゃないとコスト足んないっすよね。お、これは走りたそう。オッケー。いやーババを加えて受けるか親衛隊で受けるかっていうどうでもいい悩み。うわー待って、親衛隊ローグやん多くね。まあ安定なんかね、めちゃんこ強いタブじゃないんですよ親衛隊ローグって。そのなんだろう、まあ、強いんですけどデッキの完成度的にはね。そんな超流行ってるかって言われると別にそうでもないけど、人気なんでしょうね。さあ5を使いたくないので歌で耐えます。あー相手なんか俺の15巻だな俺完全。わかんない、このアッチ上がったのが強いかもしれない。さあ耐えて親衛隊ロイフグ VS 親衛隊ロイフグしかしてない。まあさすがに。相手の呪文がファイボかヤナアメかタルか、なんかその辺でもいろいろ変わってきそうですね。引きこもり小屋、小屋デッキから追放された小屋、かわいそうに。いや、ファイボーしやれ。さあ、まあ、ホバだけファイボーで飛ばしとくと、多分ね、だんだん有利になってくるんですよね、俺の方が。ああ、やだな。あ、でも、ババが、いや、マジ、ババ熱い。熱いのか。
やだめなんで。同票がちょっと刺さりそう。サホバは徹底。あー美味しい、ついてでいける。あ、これいや、バフが全然おらん。これっすね、勝ちました。しかもここでゴルナイも添えてあげて行ってこい、やりたいだけやってこい。こうすると絶対ゴルナイの方に視線が行くんで、左のねこのはみ出たババが、よしよしよし。いや、 やっぱババ小屋のおかげで勝ってるぞ嘘じゃない、嘘じゃないです。ゴルナイに当たって、あー、いいファイボ。え、ちょっと待って、あ、ちょっとやばいと見せかけて、さあこの2体のババがちょっと怖いな。これ延命できそう。死んでこないってことはコストがないってことか。おい、からの神配合、まあいらないか。さあ右も入ってる、オーケー、よし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 。まあ、ババコだな。嘘っぽいんですけどね、あのババコのおかげです。さあクラン対戦したいのかい。最近クラン対戦してないの。あー、ババコでよかったね。さあ一発も受けたくないので、ファイボでも使ってね、耐えます。あー、ロケットフォーシかー。さあロギホちょっと厄介ですね。まあでもキング起動できるのは熱いちょっと待ってよということはよ、ということは地震が来る。うわー、あのぐらい弱いと見せかけて頑張れないか。お、お、圧は、圧はね、ある気がするが。さあ、ロケホー、これ、勝てたらでも、熱いね。まあでも、勝ち方はもうゴルナインしかない。ゴルナインで夢つかむ以外に、突破口が見えないっすね。まあ、ロケホーに5打って、なんか後ろからも死ねたい、アーチャー、ザッピー、ザッピーおらん。死ねたい、アーチャー、ゴルナイン、ロケホーに5みたいな。でなんとかなりそうな気もするんですけど、これ端前支援でいけるとね、ものすごい熱いけど、まあさあアーチャーの残りに、おお、折り替え欲しい言っちゃあかんけど、ゴブ折り欲しいな。走ればいいかな、これゴルナイがただないとに。え、これ歩くね、ロケをやってくれ、ね、いやーこの吹きは微妙、ウッドで折る、おん、うん、ウッドがちょうどなくて、よし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 、国に流れが来た。であいつだけファイボでやれば、このアーチャーがちょっと強くてナイトが来る、ちょっかい出してアーチャーが残れば、アーチャーが残るだけでさあ、アーチャーがちま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 してるけど、これでいい。ババコヤはいらない、あの置かないです。申し訳ないんですけど、あのババカだけはマジいらないっす。蓋されんのやだな。いやでも死にくそう、これは。よし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 、はい、壊れー。アウト使ったらこのフィアも強くて、まあどっちかにタレババとかしとけばね。よし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 、おー右が落ちてくこれ相性いいな。さては
それは怪しいのかみたいなねことがあるわけですよ。ゴルナイ、ゴルナイ強いです、ずっと強いです。俺らのゴルナイはずっと強いです。これ加砲されなきゃ、なぜこれが加砲されないんだ。どういうことなんだ一体。よしよし、まあクエイク相手にはね出さない方がいいね。バボコヤ、あでも LG、 あーでもまたあれだな、夢をつかめるってことはゴルナイで逆もしかり、相手も夢をつかむことができる。それだけ気をつけなきゃ。あー受けがねえ。まあでもババコヤはエレジャイに、エレジャイにやつゴルナイには弱い。おサイスイズダックリのエレジェイ、まあ形組まれたら怖いっすね。一旦守るか、まあ、何も考えずにとりあえず新エタヤチュセパセパしとくだけでもね勝てると思うんだけど、ダックプリが厄介。ダックプリ咲いたらブーからの、ああまあまあゆっくり行きましょうや。受けから入られるとね俺の方がきついんだ。ああこれは美味しい。はい、さあ取るねが、あー残んないか。これダックプリ使ったら行きたいな、檻も頼む。あ怪しい、さあ鳥まで来る。鳥もね下方されたんだけど分かんないぐらい強い。これ勝てそうだな。さあ5打つ場所ないんでもうアイウィズに打っていくか。でどうせトルネ来るんで、まあなんかトルネとかすごいミスりやすそうだね、こういうとこに。いやこれいい、両サイ残ってる。でアッチャセパからの、いやここのアーチャーがね相当優秀。これ絶対すごい対応するから。でゴルネ走る、オッケーオッケーオッケー。で右に吹き矢をね、いや左だったか。絶対左だったか。うん、あえそこ今こじ開けた君すごいね、よく通ったね。さあこれ相手からしたらもう地獄ですよこれ。一生こんなん。ずっと俺のペース。さあセパして、まあまだあの橋越えたら真ん中吹き矢ぐらいに出してあげるといいですね。真ん中吹き矢、真ん中ちょ、おいやー、トルネでまとめたいが、まとめれないのが現実。おっ、これ走って、走って、うい、気持ちいいねー。強っ。この時なんか、いいね。片手で、なんか片手でポチポチしながら戦える。さあ。これはもう諦めのライトニングと言ってもいいでしょう。さあ絶望てかロイフク出さずに今戦ってますもんね。あこれあ走れない、ミートランうい気持ちいいぜ。ゴリ押しなんか違ったゴリ押しっすね。片サイドでねメガナイトウィザードとかでブッパではなくてセパレートなんだけど勝つです。というわけでこちらね、物量で一気ね、はい、新しいやつが出たので皆さんもやってみてください。めっちゃ楽しいね。はい、すごい好きです。では、お疲れ様でした。またね。